前年度の過去最大の規模の投資の影響を残すことなく、コロナ禍になって被災発行を抑制した体制を調整。次に2番議員より豊島区の適正で健全な福祉を目指しても発言がございます。議長2番。2番靴沢良司さん。テレビ改革党靴沢良司です。本日は質問の機会を与えてくださりありがとうございます。豊島区の福祉予算健全化のため、外国人生活保護の新規給付に反対の立場から質問させていただきます。1、豊島区内の生活保護の総件数と総給付金額。2、外国人生活保護の総件数と総給付金額、またその割合。3、国籍別の生活保護件数と金額。外国人生活保護新規給付に私が反対する理由が3つあります。理由1、日本特に豊島区に居住する必要性必然性の問題。区長さん、議員さん、職員さんの中には、豊島区に生まれて豊島区で育ち豊島区で人生を終えるんだろうな、お考えの方がたくさんいらっしゃると思います。我々日本人は日本で生まれて日本で生きて日本で人生を終えるのは普通であります。中には他国に骨をうずめることを夢に見ておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に少ないと思われます。その我々日本人に比べ、外国で生まれ外国で育ち今は日本にいる、豊島区にいるという外国人の方々は帰るべき祖国があります。外国人の方々は日本特に豊島区にどうしてもいなくてはいけないという必要性と必然性が我々日本人より断然少ない、あるいは全くないのであります。日本しか居場所がない我々日本人と、帰るべき場所が他にちゃんとある外国の方とは、その扱いを区別して叱るべきであります。理由に法的な問題があること。最高裁判所平成24年行否第45号裁判の判決文に、外国人の生活保護について準用する旨の法令も存在しないとあります。外国人生活保護に法的な根拠は全くないと最高裁が判断したということであります。にもかかわらず、外国人生活保護が現在もなお行われているということは適正で健全な福祉とは言えません。またさらに憲法全文に、国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを受け取る、享受するとあります。これは要するに国民による国民のための国政、あるいはもっとわかりやすく言いますと、日本人の日本人による日本人のための日本の政治という意味であります。国政とあるのだから地方政治は別ではないかという憲法学者の主張を耳にすることがありますが、憲法でいう国政とは我が国の政治という意味であります。外国人に福利を与えるなとは書いてないという反論があるかもしれませんが、国民がこれを享受しとあえて記述があるのは、福利の享受は日本人に限定すべきであるという意図であると考えます。以上のように法的義務がない、法的根拠がない、かつ憲法に沿ってもいないものに対して、前からだから、かわいそうだから、
という曖昧な理由で漫然と法的根拠が皆無の福祉事業を続けていていいものでしょうか。最近生活保護給付額が若干減額されたようですが、区内在住の日本人男性が次のようにおっしゃっておりました。この方は生活保護を受けておられる方であります。法的根拠が全くない外国人生活保護のために予算が食われて、我々日本人への給付額が減らされているかと思うと腹が立つ。おっしゃっておられました。さらに昨今はコロナ禍によって生活保護受給申請が6ヶ月連続で前年同月を上回り、困窮されている日本人が増えているのは間違いありません。ですからなおさら法的根拠のない外国人の生活を保護している場合ではありません。誰一人取り残さないというのであれば、まずは日本人を、国民を、有権者をの取り残さないことを目指すべきであります。理由3、外交の基本原則に関すること。友好的な国には友好的に、敵対的な国には敵対的に接するという相互主義が外交における大原則です。友好な国に敵対的に接すれば、それは理屈が通じない横暴な国家として信頼を失い、敵対的な国に友好的に接すれば搾取されて国益を損ねます。この外交相互主義は非常に合理的であり、逸脱することによる我が国の利益は全くありません。外国で暮らす日本人が困窮したときにその生活を保護してくれる国はあるでしょうか。私は確認してそんな国は聞いたことがありません。外国政府は、外国政府は自国内にいる日本人の生活を保護しないのに、日本は日本にいる外国人の生活を一方的に保護するということは外交相互主義の大原則から完全に外れています。外国人は日本人の生活を保障してくれないのに、日本人だけが一方的に外国人の生活を保障するっておかしくないでしょうか。私は全くおかしいことだと思います。豊島区役所に外国人が生活保護申請に来たならば、その国の大使館もしくは領事館に連れて行き、困っている人へ連れて行ってやったぞというのが正しい行政措置であります。ほとんどの国がそうしているはずであります。生活に困った外国人が自国の大使館や領事館に相談せずに豊島区役所を目指すというのも全くおかしな話であります。世界で唯一こんなことを行っているのは日本だけであります。自国民に日本の生活保護を受けさせている国の政府もどうかしております。もしも困窮日本人の生活を外国政府が面倒を見ているとしたならば、日本政府はご迷惑をおかけしております。すぐ人を引き取りますというはずであります。外国政府は自国民が日本政府に面倒を見てもらっていることに知らんぷりして放置する恥知らずばかりであります。豊島区にはアメリカ人の生活保護受給者もいるそうですが、世界一豊かなアメリカ政府が何をやってるんでしょうか。なんで日本人は世界一豊かなアメリカ人の面倒を見なくちゃいけないんでしょうか。日本政府は自国民を放棄した恥知らず国家にいいように利用されていると認識すべきであります。外国人に対する生活保護は67年も前の昭和29年5月厚生省社会局長の一本の通知から始まりました。以来全国の市長や議員や行政が何の疑問もなくそれに従っていることもおかしいと思います。憲法全文にある政治を行使する国民の代表とは選挙で選ばれた政治家であります。この社会局長は一公務員であり政治家ではありません。
投票によって政治を託された政治家が一公務員に漫然と従い続けていることは全くおかしいと思います。これはまさに民主主義の危機、民主主義の破壊であります。以上、私が外国人生活保護新規給付に反対する理由を述べました。ご清聴ありがとうございました。豊島区内の生活保護の総件数および総給付金額についてのご質問にお答えをいたします。令和2年度における豊島区内の生活保護の総件数は5996世帯6597人、総給付金額は約142億1000万円です。次に外国人生活保護の総件数および総給付金額並びにその割合についてのご質問にお答えいたします。令和2年度における外国人の生活保護の総件数は148世帯182人で、全19世帯に占める割合については 2.5% となっております。また外国人受給世帯の総給付金額は4億4000万円で、割合は 3.1% です。次に国籍別の生活保護件数および金額についてのご質問にお答えいたします。令和2年度において10世帯以上が受給している国籍のうち、韓国、朝鮮が63世帯73人で、総給付金額は1億8000万円。続いて中国、台湾が33世帯38人で9700万円。フィリピンが11世帯15人で3500万円となっております。その他、アメリカやブラジルなどの国籍の世帯が生活保護を受給しています。以上をもちまして、楠沢良治議員のご質問に対する答弁を終わります。